女子公式野球クラブチームの九州ハニーズは1日、元女子日本代表で所属する川端幸内野手35が2024年シーズンを最後に現役を引退すると発表した。球団の公式 X、旧ツイッターに川端のコメントを掲載。今シーズンをもちまして、現役を引退することを決意しました。 これまで応援してくれた家族や支えてくださったファンの皆様、野球を通じて出会った多くの仲間に感謝の気持ちでいっぱいです。私なりに精一杯走ってきた女子野球界を、これからは次世代の選手たちがさらに盛り上げてくれると信じています。これからも女子野球を、そして九州ハニーズを応援し続けていただけると幸いです。本当にありがとうございました。 と感謝の思いを綴った。球団は3日に行われる20日市サンブレイズとの福広マッチ最終戦、広島市サンブレイズボールパークが最後の試合になるとし、最後まで温かいご声援をよろしくお願いいたしますと記した。川端はプロ野球ヤクルトの川端慎吾内野手を兄に持つ女子野球屈指の天才打者。 2009年に女子プロ野球リーグの1期生としてプレーし、13年に驚異の打率、431をマークするなど3度の首位打者に輝いた。18年12月に一度は現役引退を発表したが、19年3月にエイジェックの女子公式野球部に入部し、選手権ヘッドコーチとして現役復帰。22年に九州ハニーズに移籍した。